ポムポムヒカキンです。ヒカキン TV Every Day。 ブモンハロー YouTube。 どうもポムポムヒカキンです。はい、みんな大好きポムポムプリンのこれが出ました。ポムポムプリンマン。はい、こちら袋見てわかる通りローソンで本日発売、ポンポンプリンマンです。美味しくないわけがない。でね、私ヒカキンもうずっと前からこれ動画にいるんですよね。ポンポンプリン、こいつとかはずっと映ってると思うんですけど、私ヒカキンなぜこのポムポムプリンが好きなのか、そして皆さんポムポムプリン詳しく知ってますか？まあ、僕もそんなに詳しくはなかったんですけど、まずねポムポンプリンは1996年ぐらいに生まれてるっぽいです。なので私ヒカキン7歳です。結構年がいってるんだね。てないんですけど、あのねすごいのが、あのサンリオキャラクターってたくさんいるじゃないですか。キティちゃんとかマイメロとかさ、シナモンロールとかさ、シナモンロール。そん中であの総選挙ってあるんだよね、あの AKB48 みたいに。それでね、去年一昨年かな、1位なんだよこの子。すごいでしょ。キングなんですよ。可愛い顔してるけどかっこいい経歴を持っています。ただね、一番最新の総選挙はね、あのシナモンロールに負けちゃったんだよ。そう、シナモンロールも可愛いからさ、まあ、いいんだけどさ、さあ行こう食べよう。今回2つ買ってきたから。え、1個198円かな。うん、いきます。ちょっとねちっちゃいけどもね。ああ結構近くのローソンに売ってなくて、多分売り切れなんだよね。あのなんか肉まんとか売ってる機械にポンポンプリンマンってなんかこうなんだろう、バーンって貼ってあるにもかかわらず、なんか肉まん、あんまん、チーズまん、あれないねって感じなくてさ、ちょっと遠くの店舗まで行って見つけてきました。さあ、汗かいてる汗かいてる。顔はちゃんと可愛く崩れてないのか。いでよポンポーンプリンマン。おー、ちょっとあっちの方見てるけど結構綺麗。もう一個開けてみようか。さあ、この子はどっち見てんだろう。いきます、2匹目。ポンポーンプリン。さらに向こうの方見てんだこれ。んってなっちゃってる。まあいいや、右見てんな。はい。うん、なんかいるねって感じになってるけど、これでも耳とかさ、この頭の何、帽子もあるから結構普通の肉まんとかよりもだいぶこれ作るの大変そうだよね。いやー、いい出来だよ、だいぶいい出来。これは可愛いな。さすがにいつもね顔からグーグーって言ってふざけて食べる僕でも、こんな可愛いポンポンプリンだとさすがに食べれない。お、おいしい。うん、カスタードクリームたっぷり。あ、あれの味がする。食べてすぐ思ったんですけど、あのね、お祭りで売ってる大判焼きのクリーム味の味がする。あの美味しいやつ。あー、大判焼きだよ、なぜかカスタードだからかな。うまい、コーヒーと食べたい味だわ。うん。うめえ。お前うまいぞ、お前うまいぞ。そう、僕たまにね、あの銀座にあるサンリオショップ行くんだよね。3日前ぐらいにも1回見に行ったんだよね。そう、ポンポンプリンのポンポンポムポムってちょっと滑舌必要になってくる。ポム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 プリンのね、あのコーナーとかあるんですよ。うん、まあやっぱりクリームパンっぽさもあるんですけど、何よりあったかいっていうところがね、いいね。うん、もちもちだしね、この生地が。ほん、うん、ポム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 。あ、あ、一つ気づいちゃった、これ。これはね、ちょっと惜しいですね。可愛い顔ばっかり見てたけど、これね、後ろ側。はい、これ何もないでしょ？これ、ケツの穴がない。何言ってんのって思った方いるでしょ？違うんだよ、これ。ポムポムプリンファンなら絶対思ってるはず。これ実はね、ポムポムプリンってね、ほら、わかります？これ。てかこれ値段のやつついてるわ、まだ。これ肛門があるんですよ。やべ、口から出してこれ。ヒカキン TV でケツの穴とか言ったことあんまないけど。そうだね。そう、ポンポンプリンは、これがでもまだね、可愛いんだよ。
ね、それ生き物ですから、これはね、動物でもこれありますから、お尻の穴ってもんはそう、ほらちゃんとね、ほらほら、この子もそう、絶対こうやって尻尾の下にあるんで、尻尾もせばあるじゃんそう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 、これがない、なんか梅干し食べた口みたいになってるってそう、そしてこれ、セイキンがくれたポンデライオンポムポムこの子もほらこれはマイナス1点だなまあでもあれか、食べ物だからか、食べ物でちょっとね、肛門があるとちょっとあれか、あ、そういうことですかね、開発した あなた確かにその判断は悪くないと思うね。じゃあ2つ目はお尻からいただきたいと思います。いつかボボン、うまいうまい、やっぱあったかいうちが美味しいね。うん、ごちそうさまでした。ピンモン、トゥデイズヒカキンズポイント、99。肛門がなかったので1点マイナス。それそれ以外はもう味とかね、可愛さとかはバッチリでしたいや、にしてもね、次回のね、サンリオのそのランキングでは1位になってほしいですね。僕はポンポンプリンね、ポンポンプリン頑張れよ。やっぱりカスタードクリームなので、お昼ご飯とかってよりかはおやつだね。うん、あんまん、あんまんよりもさらに、うん、菓子パンとかそっち系な感じだったので、3時のおやつにぜひ、チャンネル登録、評価、ぜひぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。だらく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 